あーでもこれ倒さない、もう全滅させた方が早いのかな。いや、あその特定のやつを倒して荷物奪って逃げた方がいいんじゃない。あ、いたあ、目の前目の前、どこどこどこ、ね、その下、右右、あ、これ右、もうちょい右、下、あ、これそう、今星がついてるやつ、あ、今、右、下、え、わからん、どこどこ、右、下、下、下、え、なになに、ここ、右、右、え、じゃあ、ここに、 So good。よし、カメラマンへ、思い出の写真を届けると。ファイ、じゃあ行きましょうかい。行きましょう。これはか、下って登ってか。うん、なるほど、人生と一緒ですね。あ、あ、起きた。ロー、ロー、ローリングオーバー。でもこの BGM いいよね、やっぱなんかこう飽きさせないというかさ、アクセントだよね。そう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 、ちょっと今言い方腹立ったけど、ネクセン、すごいな、今日なんかメンタル強いですね、インカミさん。前日が夜勤じゃないんでそれだけの理由本当に重要だよ、でもマジであ、そっか、ちゃんと寝、本当に重要だから、ね、ちゃんと寝たんだね。ちゃんと寝てるから、で、寝坊もしましたしこれで饒舌かっていう悲しさもあるけどね、これでマックス、これでマックスですから。確かにそれはそれで悲しいね。いや、確かに。こう、あの軽石投げたくなるよね、こういう川見たら。あー、平べったいの。そうそう、おれ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 、おおおおおお、やば、怖い、ちゃんと怖い、ちゃん、ちゃん、ちゃんと、あれ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 、あー、写真が、あー、俺の思い出が、あ、俺の思い出ではないけど、お、たぶん、よし、よし、オッケー、床だと特に、おおおお、あ、着いたね、あそこだ、オッケーオッケー、あっしゃー、着きました。あ、ブリーチーズの方ですね。はい、もしかして他に私宛ての荷物は。ああ、アリマ、いえ、ごめんなさい、せん、いいんです、あのお願いがあります。はいはい、亡くなった父のカメラを回収してほしいんです。ほう、大事なカメラをケースごと落としてしまったんです。探しに行きたいですが、恐ろしくて私には無理です。お願いです、そのカメラケースを探してほしいんです。依頼を出しておきます。なるほど、あ、なるほど、お父さんがカメラマンだったってことだね。そう、じゃあ行きます。はい、あまりね、いらんこと喋らないようにね、あの極力頑張っていきたい。ああ、打ち返せよ、打ち返せよ。しゃあ、まだあいつ撃ってなくね、レーダー。目標の荷物を見つけたか。どうやら誰かが持ち歩いているよって撃たれた後ぐらいで、え、待って、今誰かが持ち歩いているようだなって言ってた。あー、倒すのか、マジで。こんだけ荷物も背負ってるとさ、うん、見え見えだよな、こんな、うん、ほら、ここ、どこどこ、飛んできてる、飛んできてる、見つかってる、うそ、マジ、うん、あ、来てる、登ってきてるよ、登ってきてるよ、今バレてないよね、バレてるよ。あー、でも追っかけては来てる、ほら、今爆弾飛んできた、爆弾飛んできた、この野郎、こんにちは。ほらほら、ほら、よっしゃ、よっしゃ、オーイエー。あ、後ろにもいる、めっちゃいる、終わったー、めっちゃいる、これは終わったー。ちょっと待って、血液袋、そうしよっか、使う、うん、血液袋もなんか、なんてシステムなんだって思ったけどさ、うん、この時間経つまで待たないといけない感じ、うん、あれもリアルっちゃリアルだよね。確かに、薬草食ってすぐ体力30ちょうど回復なんてしないもんすぐにはね、速攻ね、確かに、うん、ちょっとタイムラグあるはず、あるある。あー、でもこれ倒さない、もう全滅させた方が早いのかな。いや、あその特定のやつを倒して荷物奪って逃げた方がいいんじゃない。あー、いたあ、目の前目の前、どこどこ、ね、その下、右右、あ、これ、右、もうちょい右、下、あ、これ、そう、今星がついてるやつ、あ、今右、下、え、分からん、どこどこ、右右右、下下下、え、なになに、ここ、右右、え、じゃあここに、 So good、 しもさん、星を最優先で見つける能力を見つけよう。あ、はいはいはい、そう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 、 OKOKOK、 あそこね、そういうこと、そう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 、星を見てほしいわ。こいつね。あ、こいつね。そうです。あ、こいつ、あ、忍者が強いキャラとかでもない気がするから、いけそう。よしよし。これ返せ。返せ返せ。あ、荷物荷物。そして帰る。そして帰る。そして帰る。あ、取れない。
なんで？チケル。よし、こいつさえ手に入れれば。オッケー。あら、これで帰っていいんだよね。帰っていいよ、帰っていいよ。オッケー。オッケー。できましたよと。武器所持を確認。よ。ありがとうございます。いやいや。本当に無事に取り戻してくれるなんて。どうしましたよ。激戦でしたよもう。よかった。あの時の落とした時のままです。ああよかった。ああ、うん、本当に。劣化してたらちょっと違うのかな。接続してください。UCA に加盟させてください。よっしゃ。ようこそ。加盟してくれました。サム・ハートマンだ。ハートマンさん。君が回収したカメラに興味深いものが映っていたようだ。はあ。そのシェルターが UCA に加盟してくれたおかげで、うん、カメラのデータとカメラマンの父親の研究資料が共有されたんだ。私のところまでカイダル通信がつながればもっと多くの謎が解明されるかもしれない、うん、待ってるよサム。待ってけ。よし、いいぞサム。BB28 のバイタルデータは理想値に近づいてきているといえるか。俺と目が合ったんじゃないかな、一瞬だが。やば、愛着出てるじゃんね、あんだけ物扱いしてたもんね。そうそうそう、微調整していくだけだ。ただ周辺のカイラル濃度にまだ少し不安がある。お、あと一箇所だけ繋げられないか。お、あと一箇所。もう一箇所カイラル通信が繋がって、それで機能が安定してくれたら BB の修復は完了だ。おい、あんたに返せる。お、やっとか。よし、この辺りでもう一つカイラル通信を繋いでくれ。はいよ、頼んだぞ。オッケー、もうパパッと終わらせよう。もうよし、シャッ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 と。早く返しなさい。本当だよ。俺の BB。なんかもう自分のものみたいな顔してるよね。それさっきから。お、太田さんよみたいな顔ね。え、もう俺のじゃないのみたいな。はい。受注。もう受注。あ、来た。サム・ブリッジズ。あなたに荷物を届けてほしい相手がいます。はい。ちょっと変わった人なんです。え？私にはよくわからないのですが、ここよりもさらに高い山の上で変わった研究をしているんです。サム、サウスの都市の時と同じ、はい、カイラル濃度が異常に高い渦が観測されているの。うん、私がいるマウンテンノットに少しずつ近づいてる。え、データ上では測定されているけど、はあ、肉眼では見ることができないの。何、あなたが前に戦場に行ったと言っていたあの時と同じよ。台風？これは険しくなりそうですね、インカミさん。険しいね。BT が出そうな感じしますね。そうなんですよ。だってあそこにさ、ほら、登ってるもんね。そうそう。なんかお香が焚いてるでしょ。あ、じゃあ行くのやめておこうか。え？お香だけに。それは我慢できないの、それは。我慢できない。川辺でかっこいい石ころ見つけた時の子供と同じ。あ、広いお父さんお父さんみたいな、見て見て見てって言いたくなるやつ。どうでもいいしなのに。たとえ可愛くしてるだけじゃないか。うん、はい、あ、風がすごいぞ。やばいやばい。ちょっと待って。怖い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 。これ完全なるホワイトアウトですね。ちょっとよく聞こえなくて、あのホワイトアウトがすごすぎて。聞こえてるやん。あ、やっぱ、あ、いいよ、いい道なり、やっぱ。あ、やっとよかったね。よし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 。よっしゃ、納品。サム・ブリッジズ、あなたを待っていましたよ。お、登山家から連絡が来ていました。ではカイラル通信を接続してください。はいよ。サム、よくやってくれた。はい。 BB28 の経過は良好だ。よっしゃ。まずいことになった。何？巨大な嵐がマウンテンノットシティの方に向かってきているんだ。ああ、言ってたね。マウンテンノットシティの北東、山の中腹に小屋がある。うんうん、そこで合流しよう。小屋ね。オッケー。よし。はーい、行きますか。お、なんだあれ。うわー、嵐じゃん。すげー。シーターって言いたくなるよね。何それ、ラピュータ。そう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 。あー、あ、近い近い。あ、そうですね。あそこですよね。いやー、君の知らない物語って曲、スーパーセルが作ってんのよ。なんだこれ。なになに。あ、違う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 。サム、来るな。なんで。サム、はあ、今日そんなとこいたのね。どうやって来たんだよ、こんな嵐の中。あ、クジラさん。ちょっと待って、これ嫌な予感すんな。
おいおいおい、ちょ、あー飛んでる、え、わ、イエス、カニさん、パペパペ、あれ、おーおー、あれれ、うわ、待った、ヘリかよ、主人公交代かな。え、まさかプレイヤー、プレイヤーデッドマンなのかなと思った。危ないよ。なになに、なに、なに、何が起きてるこれ。え、何、おお、盛りだくさん、なんじゃおりゃ、うわ気持ち悪い、何乗っけてんのこれ、うわ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 、垂れてる垂れてる垂れてる、豚肉が垂れてる、おい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 、ああ、あ、あ、繋いだ、ちょっと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 、こちゃん、うわ、めっちゃいる、兵隊さん、ゾンビの兵隊さん、ね、え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 、なに、なに、なんだ、なに、なに、赤く光ってんだけど、どこ行くの、もしかしてあの、この前会ったあの、おじさん、あーかな、あ、いそうな、あれ、あれ、あ、違う方、あれ、違う、あ、いや、多分そうだと思う、あ、本当だ、やっちゃうの？おお。感じてやがる。エピソード7、クリフォード、クリフォード、うわ、これ銃撃戦ですか、インカミさん、これまた始まるね、始まりそうですね、サム、あ、繋がっているんだね、デッドマン、ね、よかった、あんたとは繋がったようだ、 BB ならここにいるぞ、治療も終わった、あんたに渡せる、
ああどこかで落ち合おう。渡してあんたがいる場所に何か目印は。地下の水道の中だ、待ってくれ。なるほど。で、こっからあれか、地下水道か。そうね、あ、なんか荷物も吹っ飛んでんだな。あおー、あー、これ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 、ちょっととりあえず荷物を取って。おお、ミミミキン、そこか、ここから。おお、おお、なんか急にバイオチックなね、ゾンビ出てきそうな。あー、うわ、すげえ、すげえ鍾乳洞。うん、なんか聞こえる。分かってる、分かってる、分かってる。うい、サム、こっちだ。あ、いた。あれ、そんな、そんなとこ棺桶じゃん。お、やった。よし、戻った。 BB、 おひさ、おひさだな。機能は回復しているはずだ。貸してみろ。やだ、もう貸すんかい。ちょっと怖いよ。うそうか、そうか。あー、でも、おお、了解。なに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 、戦士たちの無念が宿る特殊なビーチなのかもな。長いは無用だ、ビーチ。見直したよ。今デッドマンの方に懐いてるね。確かに BB、まあ、記憶飛んでるからね、多分。あれ、どうだ、記憶の方は。あれ、そうか、うん、え、デッドマンに懐いちゃったから。いやいやいや、一旦ダメになったっていうか、その記憶飛んだじゃん。あ、記憶飛ぶよってなっちゃった。ここにいろ、あの男との記憶は残ってるらしい。めっちゃ反応してる、踊れてる。奴を倒す、そうすれば出られるはずだ。まあ、そうだ、サム、ちょっと悲しいね。あんたがそいつを大切にする気持ちが分かった気がする、でしょう。こいつはそうだ。生きることも死ぬことも許されない。でも俺たちはこいつと確かに繋がってるんだ。装備じゃない、こいつはルーだ。そうです、ルーね、いい名前だな。おい、おびっくりした、首取れるかと思った。怖っ、そんな展開。よし、ってことで、さっきのおじさんを倒しに行くと。よーし、ちょっと怖いですけど、行きましょうか。行きます。おい、何何何、あ、教会。わー、出たー。 おー、仕事が早い。タバコ好きやなぁ、ほんとか。あー、仲間、やっぱりね、ですよね。もう怖いよ。じゃあ、勇気を持って戦いましょう。行きましょうか、行きましょう、行きましょう。おい、アサルトライフルのマルシ、あるし、そういうことだ。行くぞ、ほら、あらら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 、ちぶといね。あ、いるし、もう、あ、いるいる、あ、いた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 、あいつか、あ、こっちか、いた。あ、やばいやばいやばい、やべやべ、死んじゃう。よし、お、あいつどこだ、お、おじさん。左かな、左、あ、いた。よっしゃ、よっしゃ、よし、よっしゃ、行くぞ。増援を出せ。あ、出た。あ、よっしゃ、よっしゃ、いいよ。まずい、まずいだと。進行、進行、あ、いた、びっくりした、めっちゃ近い。オッケー、切りたいけど、これで。よっしゃ、よっしゃ、いいよ、タイマー張って、よっしゃ、よっしゃ、オッケー。あー、
オッケー、お疲れさん、どうした、慣れたもんですね。もう必死です。必死20だね。めっちゃドキドキしてるし、心臓ビービー、パパが悪かった。あ、お父さんちゃんと、すまない、実質こんなところに閉じ込めさせて。ビービー、もうええて。何、そんなに欲しいの、キーホルダー。と見せかけて、こいつ、あー、こいつ、これは真剣争いですね。あ、いや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 、お、ドッグタグ奪い返した。それで、うん、お、まただ。セキュリティが壊された。焼き切るしかない、道具を持ってこい。お、お、ビビあー、よかった。おー、びっくり。お、夢、なにこれ、これは現実なんだかな。え、もう一回来たらやだね。またあー、よかった。ルーの様子はどうだ。あ、ルー呼びになった。しょうがない。確かに。なんと、まあ、こいつに懐かれちゃう。あー、ちょっと嫉妬するね。俺まで嫉妬するね。ここに運び込んでもらう。いや、わかるわかる。あんたの2個あったハート。俺たちは無事戦場からこの世界に戻ってこられた。うん。あんたの荷物や装備はすべてプライベートボックスに入れた。はい、ありがとうございます。あんたは丸一日死んだように寝たままだったよ。わお、一日も寝たよ。俺はすでにキャピタルノットにいる。はい、フラジャイルのビーチ経由でだが、サム、あんたに謝りたい。ルーは生まれてくるはずだったあんたの赤ん坊の名前だったんだよな。そうなの。やっと話がつながったよ。俺に子供はいない。え、ん、何、どっち。ある資料を見つけた10年も前のだ。うん、ある女性が町の中で急死した。うん、死ぬにはまだ早すぎる。死体の発見が遅れてボイドアウトが起きた。はあ、彼女の夫はブリッジズのメンバーでドゥームスだった。駆けつけたが彼は間に合わなかった。はあ、町が消えた時クレーターで生き残っていたのは彼一人だけだった。つまり機関車だったのさ。ボイドアウトの原因は何か、実は彼が死体を隠したのか。うん、その男は唯一の生存者だ。世間は彼のことを責めた、容疑者として。保護先はやがてブリッジズにまでも向けられた。うん、彼は責任を感じてブリッジズを出て行った。うん、男の亡くなった妻の名前はルーシー。お腹には赤ちゃんがいた。
二人は生まれる前の子供をルーと。嘘だ。そうか、ブリジットに教えてもらったんだ。いつもあんたのことを言っていたよ。私たちとのつながりを断つ必要はなかったと。もういい、やめてくれ。あ、落ち着いてサム、そこに座って。写真そういう意味だったのか、うん、俺の体の 70% は死者の臓器でできている。理由を知っているか。何？俺に関する噂は全て俺が撒いたカバーストーリーだ、うん、俺はフランケンシュタインの怪物なんだ。人為的に多能性幹細胞から作られた。ところが再生しなかった不完全な臓器は死者からの移植で補うしかなかったんだ、うん、誕生という瞬間がない。俺はただの肉人形、カーのないデッドマン。ああ、ね、地球から生まれたものにはビーチがある。あんたにもBB にも俺にはそんなつながりはない。母親ともあの世ともビーチとも。だからこそ俺はビーチに憧れたんだ。それでブリッジズに入った。しかしあの戦場、あのビーチは地獄そのもの。ただあそこであんたを待っていた時、俺は不思議と怖くはなかった。あんな気持ちは初めてだった。誰かとつながっているなんてな。私たちとのつながりを断つ必要はなかった。ブリジットの言葉は正しい。つながりを断ったつもりはない。最初からつながっていなかっただけだ。そんな、俺でもつながれたのに。ああ、それはあんたが握りしめていた古いアメリカ軍のドッグタグだよ。そいつを引き剥がすのに苦労した。クリフォード・アンガー、 ID も入ってる。昔のデータベースで調べたら記録と一致した。クリフォード？アメリカ陸軍特殊部隊に所属。コソボ、イラク、アフガニスタンで作戦に参加。ああ、この男だ。うん、まだそれくらいしか分かっていない。さて、戦場でのカイラル汚染がひどいはずだ。シャワーでも浴びたらどうだ。あ、一緒に入る必要はなくなった。もういいよ。ダイハードマンの件はもう心配いらない。もうあんたと入りたくない。俺たちの会話は記録されないように細工した。あ、ほう、なるほど、なるほど。デッドマンの名前の由来も知れたね。サム、聞こえるか？君たちが戦場にいる間、この世界ではやはり時間が進んでいなかった。あ、私の推測によれば、あの空間もビーチの一種だと思う。ああ、いいかね。人間の歯は一つの同じ世界を共有している。だが一人一人のカーは自分だけの固有のビーチを持っている。人の脳内では宗教や思想の違いからそれぞれ異なるビーチが作られるんだ。つまりこれは無数に分岐し独立して存在する多次元宇宙のようなものだ。ところが一度に多くの人間が知ると複数のビーチがもつれてストランドフィールドができることがある。戦地のような状況で多くの人が恨みや無念の思いを同時に抱くとビーチがつながるんだ。思いは出口を見失い、そのビーチの中を永遠に循環する。ああ、レコードの針が飛んで同じフレーズを何度も何度も繰り返すようなものだ。戦争によって生まれたビーチ、無限にループする終わらない戦場だ。君がいた戦場は第二次世界大戦中の東欧だと思う。しかしだとすると例の男クリフォード・アンガーの素性とは時代が合わない。なあ、
私のところにカイラル通信がつながればもっと詳しく調べられるだろう。サム、君に頼みたいことがある。準備したら上の配送端末にアクセスしてくれ。はい。